みんな聞いてくれ北条里子のことについて話をしたい知っての通り、り里子は3日続けて学校に来てない風邪だと言っているが診療所にも行っていない変だと思わないかおかしいよねうん変だよ答えは簡単だあのクソったれ親父が里子を家に閉じ込めて学校に来れないようにしてるんだ去年里子ちゃんが。 おじさんとおばさんからどんな仕打ちを受けてたか私たちが一番よく知っているよねそれにサトコはリカちゃまと二人で幸せに暮らしていたんですそれを無理やり連れ戻して誰にも会わせないようにするなんておかしいよサトコは仲間だみんなでサトコを助けようでもどうやって昨日サトコを保護するよう児童相談所に訴えてきたしかし 相談所は、この危機的状況を、全く理解していない。対応中だと、のらりくらりだ。あいつらは、友達が5人ばかり心配しに来たとしか思っていない。もっと仲間が必要なんだ。みんな、力を貸してくれ。雛沢文庫スピリッツを見せてやろうじゃないか何の騒ぎですか俺たちの佐渡子を救い出すぞ<ー>前原くん。 みんながサトコを助けるために頑張ろうとしてくれているのですフルデさん私は無力だからみんなの力を借りないと何もできないでもそれを阻止しようとする知恵を食い止めることぐらいはできる校長やれるところまでやってみなさい今日この会枝だが全て責任を取る。 わかりましたただし <laughs> 先生も同行しますいいですねチい <laughs>